モカ太郎の動画。はい、おはようございます。モカ太郎です。ただいま6時になります。今回はですね、ガジェット系の動画になります。ガラリとね、系統が変わって申し訳ないんですが、今回は PC ケースを選んでいきたいなと思っております。それでね、PC ケースなんですが、私、素人ですので、一体どのケースを選んでいいのか全くわからない状況なわけです。なので、いつも通り、パソコンに詳しい諸先輩方、よろしくお願いします。はい。ということで、PC ケースをまず、なんだよって、PC ケースなんだよっていう方もいらっしゃいますそう、私ね。まずね、基本から学んでいきたいと思います。勉強しながら進んでいくので、ちょっと詳しい方から見るとね、もう早く行けよってなっちゃうと思うんですが、まあ。はい、それでは行きましょう。はい、ということで、私のパソコンがこちらになります。これはね、レベルインフィニティっていうパソコンなんですが、この大きさ、このパソコンケースの大きさは、ミドルタワーという大きさになります。で、この黒と赤の箱が PC ケースなんですが、PC ケースっていうのは主に中の部品を固定して設置するための箱になります。箱ね、箱。今回この箱をどういう箱にしようかなっていう感じね。でね、この黒と赤の箱はね、ただの箱だと思ったんですが、大きな間違いです。大きな間違いです、これは。で、何が間違ってたかっていうと、前回私はですね、電源ユニットとメモリを交換した時に思ったことなんですが、電源ユニットの、なんだ、プラグインとかさ、セミプラグの配線がものすごいぐちゃぐちゃになっちゃって、エアフローが、パソコンの中の熱気が外に逃げにくい配線の仕方をしてたんですね。パソコンの中の熱い空気を外に出しやすくするために設計されてたり、例えば電源ユニットのものによるんですが、ジーじーってこう音がする、ノイズ的な音がするものをシャットアウト、静音性を高めたりしてくれるのが PC ケースというものだそうです。はい。で、これは個人的な好みなんですが、さっき言ったパーツを固定し設置するため、そしてエアフローを作り冷却や静音性を高めたりする、この5つ以外の個人的な要素はもう一つあるんですよ。パソコンのデザインです。デザイン、例えばパソコンの側面に、なんだ、まあ、ぐで玉書いてあったりとかね、こういうね。こういうぐで玉書いてあったりとか、まあ、そういう可愛い系なデザインを選ぶとか、男性の方でしたら何ですかね、ロマンを求めて、電祭に走るとか、あ、ちょっとヒーターなっちゃった。はい、すいませんね。そう、男性の方でしたらロマンを求めて、こう、電飾を、中にね、なんて言うんだろう、ネオン管とかさ、赤く光らせたりとかさ、はたまたレインボーにこう、虹色に輝かせたりとか、まあ、そういうロマンを、追い求めたりする、その個性的な面も PC ケースにはあるわけですね。で、ここからはちょっと推測になってしまうんですが、 PC ケースを選ぶ基準っていうのはマザーボードの規格によって決める感じなんですよね。私のマザーボードは ATX 規格なので、 ATX 規格の PC ケースを選べば間違いないということでいいんですよね。はい、ということで今回は ATX 対応のミドルタワー型の PC ケースを今回選んでいきたいと思います。はい、ということで長々と前置きを挟んでしまって申し訳ございませんでした。ここからが本題でございます。そう。かわいい PC ケースがない。ないんですよ。いっぱい探したの。お仕事終わって帰ってきて調べて、お仕事行く前に調べて帰ってきて、あ、なんだかよくわかんない。女性向けの PC ケースが全然なくて、あったとしても色がピンクとかスカイブルーとか、なんだろう、色が可愛いっていうだけで、こうデザインがさ、例えばグレタマがめっちゃ書いてあるとかさ、キティちゃんが書いてあるとか、ミッキー、ファブリーズのデザインが書いて、なんかそういうちょっとおかしなデザインが全然なかったんですよ。そう。だから色が可愛いって言ったやつ、ちなみにこちらですね。これです。アビーというメーカーのアクアブルー色です。アクアブルー色の PC ケースです。うん、確かに色は綺麗なんだけど、ちょっと違うんですよ。違うんです。とりあえず聞いてください。色が可愛いのはもうもちろんのこと、ちょっとね、これ中身がどういう風になっているのかちょっとよくわかんないんですけど、例えば裏配線ができたりとか、まあ、確かに私水色が好きなんで、このアクアブルー色はすごく綺麗だなって思うんですけど、これじゃないんですよ。私が求めているのはちょっと違うんですよね。もっとね、もっと変なやつが欲しいんですよ。
ちなみにさっき出したやつよりもちょっと可愛いなって思ったやつがこちらです。ドン。可愛いでしょ。そう、こういうのが好きなんですよ。なんて言えばいいんだろうな。あのね、機械を裸で見たい。機械を裸で見たい。機械を裸で見たいってわかんないか。パソコンの中の部品ってメンテナンスするじゃないですか。メンテナンスするのになぜ中身が見えないように作られているのか、私はちょっと疑問なんですよ。なので中の部品が見えるケース、それはクリアタイプになりますよね。だからこういう風な中が見える透明な箱になるわけですよ。でもこれだと可愛くないんですよ。ちょっと可愛くないんですよね。機能性は私のこの基準を満たしてくれている、なおかつ可愛さは全然ドゥーンっていう感じで、さっきのね PC ケースの方が可愛さはこう来てるんだけど、機能性としてはよくわかんないっていう、このなんて言うんですか、この反比例、これダメダメです。まあ、とりあえずこれ結構いいなって思ったやつです。はい。でね、だったらもう裸にしちゃおうって思ったのがこれ。これね、組み立て式アクリルボディ、これ完璧すっぱだかですね。マッパです。マッパ。これだったらね、全部もう全360度こうどうなってるのか見えるから、ものすごく胸がキュンキュンするんですけど、静電気がすごいって。静電気が、アクリルってやっぱ静電気起きやすいみたいで、あの基板は静電気がもう天敵なので、ちょっとそれは嫌だなと思ってね。まあゴム手袋すればいいだけなんですけど、さすがにここまで素っ裸にしちゃうとね、マンネリしそうでね。そうマンネリしそうだから、そうなんだよね。やっぱ服着てほしいなって思いますよね。はい、それでは続いていきましょう。まだね、心の準備ができていない状態で、まあ最終的にこれになるのかなって思ったやつがこちらです。ドン。これです。でもね、これなん側面がね、これパーツみーんなんなんだろうね、これおしゃ、どうなんだろうな。どっかのモビルスーツのシールドみたいですよね。でもかっこいいんだけれども、かっこよさを求めちゃうかっていう感じなんですよね。難しいな。でもこれでまだ満足はできなかったんですよね。だから最終的にどうなるかちょっと考えてみたら、やっぱりシンプルに落ち着くんじゃないかなと思って選んだのがこちらです。これアンテックの PC ケースなんですが、これ白と黒2種類があって、どっちもいいですよね。どっちもいい。ただ可愛さはどこに行ったという話なんですが、もしこのアンテックのホワイトを私が買ったとしたならば、これ周り外装さ、あの安ってさ、自分の好きなデザインをエアスプレーとかで塗装しちゃまずいのかな。錆びたりする？コーティングちゃんとすれば大丈夫だよね、きっと。もしこのアンテックのホワイトを購入して安ってペインティングしてコーティングして大丈夫でしたら、私これのホワイト買おうかなって思ってるんですよね。このブラックの方はすごくスタイリッシュなんで、やするのもったいないですもんね。どうにか自分に合うような可愛くて、なおかつ中身が見えていい感じの PC ケース、自分で作っちゃおうかなって思ってしまいました。やするのは危険だと思われる方は止めてください。おそらく止めてくださらなければ私行ってしまうので、よろしくお願いしますはい、ということで私が今狙っている PC ケースをご紹介してみました。でもね、今のところちょっと心を満たしてくれる PC ケースがなくて本当に残念です。だからね、秋葉原とかにコアなお店があるんじゃないかと思って秋葉原の方も調べてみたんですけど、私の調べ方がちょっと下手だったみたいで、うまく出てきてくれなくて、やっぱり現地に行かないとダメなのかな。はい、ということで、もしよかったら皆さんのおすすめ PC ケースございましたら、コメント欄でおっしゃっていただきたいなと思います。またこうメモっていろいろ勉強したいなと思うので、よろしくお願いします。はい、ということで今回は PC ケースの吟味動画でございました。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。もうたくさんありすぎて選べないね。楽しい。